地球のフォールンサーベル、これか。光280、死灯しかついてないんだね。始まっちゃった。これマッチングですね。始まっ。トランスマットしましょう。吹っ飛んだ。なんて攻撃力だこれ。すげえ攻撃力だな。硬えな、なんか敵が壊れない。一回逃げる。影になんとかは、なんだっけ、パスコードを入力して、影の呼ぶ声という、一人専用のクエをやらないと、フォールンサーベル出てこないですね。あ、いて、後ろ。サンキュー。ほら、ボイドを食らえ。ボイドの闇に飲まれろ。ひひ。あともうちょっと。オッケーオッケー、終わった。アクセスできました。行きましょう。グレネードになんともならないんだけど。なんでこれ。あ、やっとできた。クレーの種類によっちゃ壊れないんだね。よし、突入だ。突入するぞ。先行け。よいしょ。さあ、誰が行くの？あ、いて。いた、いた、いた。援護する。援護するぞ。死んだ。これ援護したのかな。もう当たらないな。
し、ナイス。ナイスです。行きましょう。うわぁ、なんか来てる。無視していこう。おぉ、キャプテン何してんの？ナイス。わお、サービタ。まあ、宿られじゃない分だけ楽かな。今回。さあ、奥に進んでいこう。同じ無機物でありながらラスプーチンの設備は私のよりもずっと整ってます。さてと、デカシャンクか。彼は宇宙兵器が保管された秘密の塹壕に住み、私はガーディアンの背中に住む。滑り込め。シュー。よし。剣じゃないのにしとこう。なんかすごいワープの仕方したな。はじめはサブウェポンが特殊が湧くから特殊で戦おう。あのシャンクはラスプーチンのシステムを解読するために改良されています。倒しましょう。なんか設置？うん、こちら。狙ってる。こっちに防衛線がある。これを縦にするとなかなかいいな。撃てない。俺が撃てないだろう。いいね、黄金パターンを見つけたかもしれない。ビリビリしてる。移動だ。安全の確保。うわぁ、やばい、一人死んだ。そこビリビリゾーンだよ。控える。痛い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 。また一人死んだ。来るな。何？自爆がいる。いけいけいけ。これでさっさと倒した方がいいな、自分。任せろ。自爆は任せんしゃい。リロードする。援護を頼む。あっちに防衛線を張る。スパチャ行きます。うわ、ビリビリ来た。逃げろ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 。反対に逃げろ。
サービターが邪魔だな。スナイパーシャンクがいる。痛い痛い痛い。消えたのに撃つとは卑怯者め。スナイパー処理。ここ安全だな、スナイパーいないと。バービタを手伝って。ってとこで死んでるんだい。うわー、いてぇ。ボスがいる、逃げて。逃げて逃げて。あは、死んだ。あ、ラディアスした。さすがイケメン。イケメンすぎる。逃げよう、一回。生き残ることがいいです。大事だ。スナイパーを処理した。サービター任せ。スナイパーの処理。うわ、いて、グヘ。2A スナイパーシャンク歩き回ってるし。あ、ありがとう。来るなら来い。俺が相手だ。そっち行くな。くらえ、煙玉。煙玉で倒した。そして俺はコインの3を使うのを忘れていたようだ。残念。よし。魔法スリーパーの武器の枠組みをゲットしたぞ。こないだのね、ナイトフォールよりマシですよ、俺。大丈夫、大丈夫。いけるいける。普通の敵しか出てこないから。んで、魔法スリーパーの武器の枠組みをもらったんだね。で、タワーに行きます。よいしょ。再起動したフュージョンコアがこの武器枠にぴったりハマった。すごいな。いい武器じゃないか。ラスプーチンは他に何も言ってなかったか。これはレオいい武器だ。はい。入手。取引成立だな。魔法スリーパー。名前が。魔法スリーパーですね。はい。これが魔法スリーパー。サブルーチンのイケロス状態完了。ミッドナイトエクシジェント状態実行中。魔法スリーパー武器のレーザーが敵を引き裂き硬い地面に一度跳ね返る。ヘビー枠のフュージョンですね。イケロス作動。レーザーが硬い表面の複数点で跳ね返るように強化する。うん。と、まあ、ここまでが、魔法スリーパーの入手経路でした。よいしょ。